一緒に旅をしてきたノブさんが、今日で最終日で明日飛行機に乗ってロンドンに帰るっていうことなんで、まあ明日は空港に戻るんですけど、まあ、最終日にねこういう風にいい天気があって本当に良かったなと思います。気温が低くてねとても寒いんですけど、写真はね楽しむことができてます。ただまあ欲を言えばちょっと晴れすぎて雲が全くないので、長秒露光とかするにはねもうちょっと雲があってくれたらいいなと思うんですけど、まあいろいろ贅沢は言えないので、で今日はね夜も晴れそうな感じなので、ぜひオーロラの撮影に時間かけてチャレンジしたいなと思っています。この日はロフォーテン諸島の最南端にある王という小さな町に来ました。アルファベットのね A の上に丸がついて王っていう風に読むらしいんですけれども、ここで道路とかねバスとか全部こう終わりになるので、一番端のところはこう大きな駐車場で大きなロータリーのようになっていました。ドライブインみたいなのもあって綺麗なねトイレが完備されていたのですごく助かりました。でロフォーテン諸島は漁業の町なので、あちこちでね魚が干してあって、それもまた見どころの一つだなと思いました。ということで今日の写真はこんな感じです。この後夕方の一番綺麗な光の時間を狙って、あらかじめロケハンしておいたレイネという町に向かいました。このレイネという町はロフォーテン諸島の一番象徴的な町で、すごく人口が少なくてちっちゃい町なんですけれども、世界中から観光客やフォトグラファーの人が集まってきていて賑わっている町です。こうね後ろで有名な YouTuber さんがフォトツアーとかやったりしてますね。結構やっぱりここをねロフォーテン来たらやっぱりレイネ撮りたいっていう人が多いんじゃないかなっていうふうに思います。でやっぱり綺麗ですね、すごく。でどんな時間でも絵になります。ここでオーロラが撮れたらいいなって思ってます。今オーロラを待ってます。さっきまでちょっと曇り空だったんですけど、北の方から空が晴れてきたんで、今日はオーロラが期待できるんじゃないかなと思っています。まだちょっと空が明るいんですけど、暗くなるのをこのまま待ちたいなと思っています。全然オーロラが出てくれないので、とりあえずサークル系で休憩しました。ロフォーテンはねトイレがあんまりないんですけど、ここのサークル系は無料でトイレを貸していただけるのでおすすめです。オーロラの全然出る気配がないんで移動しました。結構たくさんの人が来てオーロラ待ちしてます。今オーロラを結構待ってて、もう4時間ぐらい経過したんですけど、すごく悪天候になってしまって、今宿に戻ってきたところです。まあ明日ねノブさんがもう帰るので空港に行かなきゃいけないっていう状況だったんで、まあ、片付けたりとか、まあ、反省会みたいなのしてたんですけど、ちょっとね今窓の外見たらオーロラが急に発生して、天気もちょっと回復してくるんじゃないかなっていうことだったんで、一回そのパッキングしてしまった荷物を出して服を着て、準備をして今から写真を撮りに出かけたいって思っています。もうねてんやわんやです。今11時54分です。もうね明日の朝早いんですけど、とりあえずオーロラもしかしたら最後のチャンスかもしれないんで、頑張ってちょっと撮りたいなと、そんな風に思っています。いや出てほしいな、さっきのやつすごい強かったから。いやもっと強いの出るよ。なんか出てるね。なんか面白いよね、そこに出たと思ったら変なとこからまたブワッと出てくるじゃん、さっきみたいに。宿から一番近くて
番天気が良さそうな場所へ慌てて移動しました。うわすごい、めちゃくちゃ出てる。うわこれビデオでわかるかな、ビデオで伝わるかちょっと何とも言えないんですけど、めちゃくちゃオーロラ出てますね。うわすごい、うわこれはすごいな、うわめっちゃ綺麗。念願のオーロラを見れたので、かなり夜遅くまで撮影をして、その後で片付けや次の日の準備などをしていたので、この日はかなり起きるのが厳しかったんですけれども、ノブさんがね飛行機でロンドンに帰るっていう日だったので、また車で5時間かけてエヴェネスの空港まで戻りました。やはりロフォーテに行くときはエヴェネスよりもレクネスの空港をおすすめします。レクネスの空港は車で1時間半くらいですね。なんだかんだ時間がかかってしまって、結構チェックインの時間とかねギリギリになっちゃうんじゃないかなと思ったんですけど、結果的には全然誰も並んでいなくて、まあ無事に間に合ってよかったなと思っています。今回もありがとうございました。気をつけて。はい、ということでノブさんがイギリスに帰っていったので、ここで3人の旅は終了になるんですけれども、まだまだ私たち2人はロフォーテン諸島に残るので、また5時間かけて、元の町にね車で戻りました。またこの旅の続きも動画をまとめてアップしていきたいと思いますので、その時はよろしくお願いします。